どうぞお入りください。よろしくお願いします。おはようございます。お待たせしました。どうぞ。中村雅人医師、2007年に松本市の相沢病院にできたがん集学治療センターで化学療法の専門医として患者と向き合い続けています。そんな中村医師が今年1月、今年になって検診を受け甲状腺がんと診断されました。いくつかリンパ節に転移を認めるため、来週手術の予定です。今までがんの治療を行う側でしたが、今回は受ける側ですね。何の症状もなかったんですけど、たまたま相沢病院でやっているペット検診っていうのがあるんですよね。それなんか知らない、受けてみようかという気になったんですよ。で予約して、受けてみたところ甲状腺にがんがあるってことが分かって、ペット検診を受けたのは8年ぶり。新型コロナの影響で予約に空きが出たため病院職員に声がかかりました。そうですね、主な腫瘍が甲状腺に9ミリであって、リンパ節に、いくつか転移があって、それが 2. 何センチだから3センチ弱ぐらいのがいくつかあるみたいですね。あるみたいってあるんですよ。それちょっといただきますね。あとは大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい、すみません。お待ちください。医者としてではなく患者として病院に入りました。午前中に入院して、この日のうちに摘出手術を受けるスケジュールです。執刀医は乳腺甲状腺外科の橋爪桃子医師です。少し腫れてるように感じますか？あんまりですけど。あんまりですか？超音波を使ってがんがある場所に正確に印をつけます。もう橋爪先生にお任せですよね。信頼してる先生なので。はい、ありがとうございます。化学療法の道に進む前は外科医でした。20年以上前、甲状腺がんの手術も担当したことがあります。ただ今は共に働いている仲間の顔が一段と頼もしく、患者として全てを委ねる思いで手術室に向かいました。摘出された甲状腺です。羽を広げた蝶のような形をしていて、全身の代謝に関係するホルモンを分泌しています。この小さな臓器を失ったため、中村医師はこれから一生薬で甲状腺ホルモンを補っていくことになりました。失礼します。おはようございます。どうですか？そうですね、昨日は結構痛みがありましたけど、今日は落ち着いてる感じですね。手術後最初の食事です。お粥や柔らかいおかずをゆっくり口に運びますが、飲み込みづらそうです。食べられます？昨日もここに出てなくちゃいましたね。なんか怖くて怖くて。飲み込めますかね？はい、大丈夫です。はい、徐々にやってみます。はい、
声はほとんど出なくなっていましたが、予定より一日早く退院することが決まりました。この時はまだ術後1週間で仕事に復帰するつもりでいました。ただ思いとは裏腹に声の回復は簡単ではありませんでした。声だけですからね、あとは声だけ出てくれも。ただ先生、普段患者さんを見ていらっしゃる時には焦らずゆっくり休んでくださいねっておっしゃってるんじゃないんですか。そうそう言ってるんですけどね。それはそれ先生から怒られるタイプ。おはようございます。おはようございます。今日はこれからこれから診察ですね。診察と採血、血液検査。退院から9日後、初めての診察で病院を訪れました。久しぶりに外出るのですごいドキドキしちゃいます。あー、お疲れ様です先生。あー、どうも。すいません。とんでもないです。あ、先生、すいません。いえいえ、先生、いえいえ、昨日島先生来て、もうそのあれを言う、いつとか考える方が多分先生も大変だと思うので。先生、いえいえ、でも先生、やっぱり声出なかったら私ちょっと、患者さんが心配されると思いますし。これすごい、それで生きてる。あ、本当ですか。でもそれじゃあまだ患者さんは、本人は相当頑張って声を出しているつもりです。今日こんな感じでちょっとすごい朝から頑張ってます。でも今すごい出てるね。すごい今出てます。今出てますか。そうですか。手術後の病理検査の結果が説明されました。摘出した甲状腺を薄く切って組織を詳しく分析します。ここがメインの、しこりですよと言ってるところですね。はい、そこに、そうですね、はい、ここの一番メインのところなんですけども、これはですね、サイズは 0.7 センチ、7ミリでした。ただし、こういうふうに赤いのがババって散ってますけれども、腺内転移っていう。赤く記されているのは、甲状腺の中で転移した小さな小さながん。黄緑色のマークは、リンパ節に転移したがん細胞で、広い範囲に及んでいたことが分かりました。神経も多分ダメージがあったので、今出にくい状態でいらっしゃると思うんですが、おそらく待てばまた回復してこいらっしゃると思います。待ち時間を使って溜まっている事務仕事を片付けます。声が出ないだけで診察の現場に入れない。気になる患者は数えきれず、気持ちばかりが焦っていました。できることは何でもやってみようと、言語療法士によるリハビリを取り入れました。とにかく仕事に復帰したい、その一心でした。大丈夫です。
ため息や咳払いなどちょっとしたトレーニングがリハビリにつながるといいます。という感じで日一日と声が出てきてる実感はあるんですけど、こう声を出すのにすごいすごいエネルギーをまだ使ってる状況で、近づいてきましたね。本当ですね、もう12月か同じ時期ですね。早いですね。手術してじゃ見つかってから1年ですもんね、もう時期ね。早いっす。はい、よろしくお願いします。術後3ヶ月ほどで元に戻った穏やかな語り口は激動の1年を感じさせません。よかった、食事も食べれます。食事も全然良かったです。ただ、がんは確実に体を蝕み、自身の治療と仕事との両立を余儀なくされてきました。よろしくお願いします。今も医者から患者へするりと立場を変えて、白衣のまま主治医の前に座ります。ありがとうございます。どうですかね、気になりますか？いや、全く気にしてないですね。そうですか。すいません。よかったです。傷口見ることもないです。綺麗に直していただいてありがとうございます。先生のおかげ、先生が直してくださったので。ありがとう。はい、どうぞ。はい、こちら。おはようございます。よろしくお願いします。すいません、先生の顔見るとホッとする。よかった。点滴打てるより言うともっとホッとする。あ、よかった。ちょっとね、できなかった時期がね、ありましたからね。1年間で新たにがんと診断される人の数は全国およそ100万人。多くの人が今日もがんと向き合い、共に生きています。